地デジテレビとか、それから最近のパソコン用のディスプレイ、これ接続するたびにね、HDMI ケーブルっていうのが必要なんですけれども、意外とね、このケーブルが高かったりするんですよね。電気量販店で行くとね、1000円とか2000円とか、意外とします。ところがですね、100円ショップのダイソーではなんと、こちらね、もう出てますけれども、400円。たったの400円でね、HDMI ケーブルが購入できるんですよ。で、ちょっと中身を見るとね、こんな感じです。このパッケージ見るとね、DVD レコーダーとテレビをつなぎますと。で、長さがね、1.5メートルありまして、なんとですね、このコネクター、まあ、このね、HDMI ハイスピードって書いてありますけど、金メッキしてるんですよ。で、このコネクター自体もね、ちゃんとこうキャップしててね、劣化しないような配慮がしてあったりとかね、この辺よい、100円ショップのものといってもね、手抜かりがないんですよね。これ 3D 映像対応とか書いてあります。商品番号はね、これは400円ビデオコードナンバー1となってますね。裏面はまあこんな感じで説明書きが書いてありますけども、3層シールド構造。中身もね、結構なんかこだわって作ってんのかな。まあ特徴こう書いてあるんですけど、金メッキ仕様で錆による画像劣化防止、ハイスピード対応で高品位な映像、音声を転送可能と書いてありますね。三重シールドによりノイズ侵入防止、フルスペックハイビジョン対応となってますね。フル HD 1080p に対応しているとのことです。まあ今でね、100円ショップでこういうね、高価なコードもね、安く買えるといういい時代になりましたね。実は最近ね、私こちらも買ったんですよ。じゃーん。パソコン用のディスプレイ、20.5インチだったかな。IO データのやつを買ったんですけどね。8,980円のね、激安価格で買ったんですよ。で、まあ安いだけにね、HDMI ケーブルが付いてないということで。で、せっかくね、ディスプレイ安く買ったのにね、ケーブルが高いとね、ちょっとあんまりお得な気分にならないんですが、こちらのね、ダイソーのケーブル安くゲットできましたんでね、ディスプレイ安く買った分、そんなにね、損せず環境を整えることができました。ダイソーグッジョブです。